皆さんこんにちは新生活を始める前のチェックです引っ越しの手続きはお早めにお願いします引っ越し時には住民移動届け転入転出転居が必要です届出の種類と期間必要な書類などは広報いたみ3月15日号3面の表をご確認ください 手続きは運転免許証などの本人確認資料を持って伊丹市役所1階の市民課各支所分室暮らしのプラザフラット人権センターでお願いします。月曜は特に窓口が混み合い手続きに時間がかかる場合があります。ご理解とご協力お願いいたします。お問い合わせ先は伊丹市市民課072 七八四の八零三八までお願いします。それでは、今回の痛みだより、スタートです。東日本大震災から六年が過ぎました。した今回は、この震災をきっかけとして作られた。避難行動要支援者支援制度の話題です。 伊丹市危機管理室から内田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。東日本大震災がきっかけでできたという制度なんですけれどもね、はい、絶対どのような制度なんでしょうか。<laughs> あの一言で申し上げますと、その災害時のその特に災害弱者の避難誘導であるとか安否確認のために普段から地域の方々とあの顔の見える関係を築いていこうという制度になりますなるほど。 ちょっとあの経緯から説明させていただきますと東日本大震災、まあ、これまでの災害でもそうやったんですけれどもやはりその健常な方よりかはその例えば独居の高齢者であるとかあの障害者とか要介護認定をお持ちの方とかそのいわゆるその災害弱者という方の被災率がすごい高くてですね、はい 国もなんとかせんとあかんというところであの東日本大震災発生した、えっと、翌々年の平成25年に、はい、あのいわゆる災害対策基本法っていうその,国の災害の根幹とななるような法律を改正したんですねでまつまりどんなふうに変えたかといいますとその災害弱者といわれる方々の情報を行政は持っとるんやからあのちゃんと名簿を作っておけよというのが一つ。 でもう一つが、まあ、ここからが特に肝なんですけれども、はい、やはりその行政だけではその公的支援には限界があるというのはよく言われてますのでその地域の方々にそういった災害弱者の方の情報を提供するためにあのご本人様が私の情報を普段から出してもいいですよという同意を取れば 地域に情報が提供できると、うん、まあこういった制度、それ地域に情報を提供して普段からの見守りに使っていただこうというまあこういう制度になっております。わかりやすくあの、はい、っていただきますけれども、それをまあ伊丹市でも名簿を作成されたと、はいうふうに。伊、は、丹、い、市でははい、っえっと約8000名の方の名簿を作成しております。はい。実際はそのまあモデル地区といいますか、今実際。はい そういうモデル地区でのまああのあれですね実施が行われてそうですねあのまあ初めてそです,そですいきなりあの全小学校区とか全地域であっても混乱しますのであのまあ鈴原という一つの小学校区でモデル的に実際にその同意確認を行って、はい、まあ地域の方々とまあ えまあ協定を結んで名簿をご提供してまあ訓練等に使っていただいたというような経緯になってます、はい、なるほどじゃあその鈴原地区実際モデル地区での実施して、はいはい、その反応というのはいかかがでしたかあのすごくご熱心でして、うん、あの名簿を使ってですね、えー、そ,のそれを地図に落とし込んでマップまで作っていただいて。 であの訓練もですね、うん、あのいろんな実験というかあの、まあ、それは地域の方がいらっしゃるチームと行政職員だけのチームに分けて、はい、あ要はその地域の方がいらっしゃる方が、えー、見守りが早いやろうという想定のもとをやったんですけども。というこ、んうん、ん,んでこれで子ど言葉な <laughs> いですけどもやっぱり差がもちろんまあ範囲の広い狭いはあるんですけどやはり地域の方がいらっしゃる方があの迅速に的確に あこの人ここやわみたいな感じでもうすぐに行って安否確認ができたという結果も出ておりますいやーすごいですね、はい、もう実際その訓練も行われたということなんですけれども、ねはいはい、今後はその、まあ、全小学校区でどんどん広げていって。はい で、まあ実施される予定なんですね。あの、実はもう同意確認についてはですね。今年平成二十九年の二月十六日に。その八千名、約八千名対象に送っておりまして。はい。あの、もう予想を上回る返送率でもありがたいことなんですけれども。本当ですね。同意をいただいております。なるほど。その同意書の送付について、もう少し詳しく教えていただけますかね。そうですね。はい。 2月16日に送った同意書というのは先ほど申し上げた、はい、最近弱者の方に、えー、まあ返信用封筒と一緒にです、ね、送らせていただきまして、うん、まあ一応その提出期限は一定、設け取るんですけれども、うん、まそれ以降もです、ねうん、ご提出いただきますので、えー、ご提出いただければ平成29年度3月末ぐらいをめどにその名簿地域にご提供できる同意者 の名簿を作成して、うん、それをまあ29年度以降ですね自治会さんであるとか民生委員さんであるとか、うん、まあそういったいわゆるその支援協力員と言われる方々にどんどんご提供していきたいなというふうに思っています。なるほど はい、いやもう今お話を伺うだけでずっと流れがもうよくわかったんですけれども、はい、もう一度、はい、もう一度クリップを見ながらですねいいですか、はい、避難支援の流れをねおさらいさせていただきたいと思いますお願いしますはいはいじゃあお話と調布もあるんですけど、うん、まずこの名簿まあこれはもう行政でまあ作っとるというところで。 次この2番ですね意思確認これを今申し上げた2月16日に発送して今、まあ、現時点で行っている最中であります。はい、で、まあ、このまあこれもそうですね同意確認書をどんどんご提出いただいておりまして、うんでまあ、うちの方でその同意者要は地域に普段から名簿 私の情報を出していいですよととといいうう方の情報をまとめ取るという段階ですすでにあの並行してあの地域説明をどんどん行っているんですけれども、うん、この名簿情報の提供、まあ、これをえ29年4月以降ですね、うん、自治会さんであるとか未成人さんとか、まあ、あるいは小学校区単位全体であるとかです、ねうん、え新域全域で名簿を持っていいですよと、はい、えおっしゃったところからどんどんやっていきたいと。 今後の話になるんですけれども、うん、まあその地域の方々は、まあ、もちろん行政も一緒にですね <laughs> あのこの五番になるんですけれども、えー、こういった見守りとか災害時の安否確認に使っていただいて、まあ、最終的には、えー、この人、私が見るわというふうなあ<ー>あの個別の計画まで、まあ、これはだいぶ先の話になれるんですけれども、ねうん、ここまでいければいいなというふうにも思っておりますわ、はい、かりやすく、はい、これがざっと流れをまあおさらいしたところなんですけれどもね。 まあ、すごくよくわかるんですけれどもよくね、はい、ある質問といいますかまあ、はい、実際やってみてまあねそういう Q&A 的なあのかまず一番よく聞かれるのが、うん、皆さんすごいご熱心なんで、うん、私らこれ制度を身ご持ったら是が非でも助けんとあかんのかっていうまあ うご質問がありましたあくまでも支援者の方も災害時は被災されますのでまずは自分の身の安全であるとかもしくは家族の安全を守った上で可能な範囲で助けてあげてほしいというようなところになっていますのであくまでも可能な範囲の善意の助け合いの制度と思っていただければ団体単位で所属してないから私関係ないわという。 そうでもないし。そうですね。はい。かぜってまずは自分の身を守った上で、人助けをそ、ねうん。そうですね。すると。おっしゃる通りです、ね。そういうことになってくるんですね。はい、はい。まあ、いざというための、はい、まあ、避難のための。ね、この、まあ。日常から。まあ、お隣さんであるとか、うん、近所であるとか、うんあ。こんなところに高齢者の方いるなとか、うん、まあ、弱者と言われる方ですか。はいはい、まあ。えっ、ー、と、がいらっしゃるなっていうのを意識するだけでも。ね。うん 全然違ってきますよねいのはとても大事や思いねなんかふと思うと、うん、そこまでご近所の方とか地域の方、うんうん、詳しく知ってるかって言われると意識しないとねなってくるのでそれはすごく、ね、いい制度ではないかなと思います。 要はもう災害時とはいえー、普段から見守りを通じて、うん、まあ災害時にはそういった体制を築けるような、うんえー、地域社会を築いていこうというようなものになってございます<う>、はい、日頃の関係がとても重要となってまいりますのでね、はい、皆様、えー、顔が見える関係を築いていただきたいということでございます。はい それに関するお問い合わせは痛みし危機管理室072784-8166までお願いいたします。内田さんはしっかり対応していただけるといます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい、ということで本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。